1944年、宝塚大劇場閉鎖前の最後の公演、翼の決戦、壇上が、春日の1951年、首人初演、公運役1954年、君の名は悪者はの恋の物語、春日の八千代11月12日から2012年8月29日は、元宝塚歌劇団戦歌の男役、劇団名より児も務めた、元星組、 雪組主演男役クラス、元雪組組長、本名、石井よし子、愛称、よっちゃん、よっちゃん先生、兵庫県神戸市出身、芸名の、かすがのは、琵琶歌の歌詞の一節から、やちよは、君がよから取り命名。戦前、戦中、戦後にかけて様々な作品を残し、単成な美貌から、白バラのプリンス、永遠の二枚目の意味を取るなど、 人気男役スターとして一世を風靡した伝説の二枚目、男役。亡くなるまで、宝塚歌劇団の重鎮として、宝塚歌劇団の現役生徒であり続け、宝塚歌劇団の歴史上で最年長の生徒であった。1928年宝塚音楽歌劇学校に入学。翌年の1929年に、春の踊りで初舞台。 入団時の成績は51人中37番。宝塚歌劇団18期生。同期生には吉原、国子、藤谷高根ら、一期下には熊代錦、木、その池子、桜久子らがいる。入団当初娘役だったが、身長の問題などがあり早くに男役に転校した。月組、ダンス戦科、月組を経て、1933年に誕生した、星組に移動。 雪組、花組、雪組を経て、1940年雪組副組長、1945年雪組組長、1949年歌劇団理事に就任し、転身を乙めとともに宝塚の司法と呼ばれる。1950年より演劇戦火に所属。歌劇団史上、珍しい全組在籍経験者でもある。相手役を演じた娘役としては、糸石だれ。 新緑、夏夜、月給夢二、朝地忍、朝ぶ、浅倉道子、新玉道よ、八草香る、有馬稲子、大鳥八千代、浜優子、大木千景、鴨桜、あずさまゆみ、上原まり、松本優里などが挙げられるが、特に音羽信子とのコンビは、ゴールデンコンビと呼ばれる。淡島千景とは、淡島の現役生徒時代には共演する機会がなかったが、 1997年に、アデュー、東京宝塚劇場で初の共演を果たしている。男役としても活躍した、コリ、アケミ、アカシテルコ、スミハナヨ、ヨドカホル、ナチワタルなども、女役として相手役を務めている。主演作品は多数あるが、1951年に、初演の、グビジンの幸ウと1952年に、初演の、 源氏物語の光源氏が最大の当たり役として挙げられる。なお、源氏物語の光源氏について、伊藤真水は最も源氏らしい。源氏、花柳翔太郎は、春日の源氏、長谷川和は、よっちゃんの源氏には負けたと、それぞれ表した。1956年、ローサフラメンカ、展覧公演となった1958年、光明広報をはじめとして演出も手掛ける。 しかし、様々な面で演出を職業とすることにはネックがあり、諦めたと、ご日本人が語っている。1939年アメリカ公演、1966年、第4回ハワイ公演に参加するとともに、1961年には、ヨーロッパ演劇視察のためと推している。外部出演も多く、長谷川和夫、二代目、小野江小六、山田鈴らと共演しているが、 女役が精神的に重荷であるため、1981年以降は一切断っている。また、下流舞踊研究会、三世、花屋義之助襲名披露、名古屋踊りなど、日本舞踊の舞台にも出演している。1964年兵庫県文化賞を受賞。1979年市受宝賞を受賞。1984年宝塚市文化功労賞を受賞。 1986年くん四等奉還賞を受訓。1999年宝塚指名誉市民に2006年兵庫県高齢者特別賞を受賞。晩年まで祝典公演への特別出演と宝塚舞踊会を活動の中心としており、近年の宝塚舞踊会では四世、花柳木樹介振付による新作舞踊が披露されることが多かった。2004年5月2日の 非常無限東京宝塚劇場公演先週落以降体調を崩して舞台からは遠ざかっていたが2006年10月20日に宝塚大劇場で行われた第47回宝塚舞踊会で約2年5ヶ月ぶりに舞台復帰し山戸学涙聖島を踊った2007年は1月25日に宝塚大劇場で行われた 小林十三没後50年追悼スペシャル、記憶正しく、美しくからその教え守り続けてに、出演。10月19日には、宝塚大劇場で行われた、第48回宝塚舞踊会に前年に、引き続いて出演し、長唄、振袖句を踊った。2008年は10月24日に、宝塚大劇場で行われた、第49回宝塚舞踊会に出演し、 自身のファンでありかつて、宝塚舞踊会においても共演した三世、花柳寿樹介を追悼して、清本、浜幸平を踊った、2009年4月、1929年4月の初舞台から数えて、舞台生活80周年を迎えた。同年6月15日、宝塚大劇場で行われた、宝塚歌劇95周年記念。 過激通貫戦後を記念スペシャル100年への道のトークコーナーにスペシャルゲストで出演した2012年8月29日廃炎により96歳で死去した9月26日に宝塚市の宝塚バウホールにおいて春日ガノの過激断層が営まれてファンや卒業生など約1000人が参列した宝塚過激団が在籍中の生徒に対して過激断層を取り行ったのは 1958年に宝塚大劇場で行われた公演に出演中、着用していた衣装ドレスの裾がセリーの駆動部分に巻き込まれて死亡した、勝木きひろみと、1980年に逝去した天津乙女に続いて3人目である。2014年、宝塚歌劇団100周年を記念して創立された宝塚歌劇の殿堂に、最初の100人の一人として殿堂入りを果たした。 以後、組み替えを経て、様々な作品で主演する。主演男役については、現在のように固定ではなく作品ごとに主演が変わっていた。1947年、ファインドマンス。中央が春日の右隣は、音羽信子現代に続く、宝塚二枚目男役の原点の一つを作り、男役を芸として確立させた存在であり、宝塚歌劇の長き歴史における最大のスター。 そして、最大の精神的支柱といえる、女性的な柔らかで品格のある顔立ちに、毅然、凛とした立ち姿、そして、安男から男臭い熱血感まで表現し、かつ、外れがない卓抜した演技力があり、演技以外では、日部、ダンスに秀でた男役でもあった。芸名の、春日ガノヤは、春日の父が五つほど考えた中から、引きたい一郎が選んだという、 入団当初は娘役であったが、男役志望であり、それを同期の藤谷高根に打ち明けたところ、あんたが男役になったら、天変地異が起こるわと返事をされたという。六代目、小野菊五郎は、1947年の宝塚踊りへ、ファインドマンス、日本劇場公演を見た後、あれは、うまい役者だね。日本物の,の和歌手の時も二枚目の目をよく知っていると、表している。 英太郎は、1951年公開の映画、上演一大女における演技が、上演でないと批評された際に、色気ないとて、気にするなかすがの八千代は男でござると名刺の裏にした、ため、東方に持参している。さらに、戦中、戦後の生徒数の激減期に、雪組副組長、組長の職にあったこともあり、後輩の指導にも熱心であり、 宝塚歌劇のみならず戦後の芸能界に対するその功績は否定するものがないほど大きい。音羽信子は人間的には大変いい方。しかし舞台のことは非常に厳しいのです。できないと何回でもやり直しをさせてあんたみたいな不吉祥な相手役初めてやと怒られまして厳しく仕込んでいただきましたと語っている。東十郎は1969年に 春日ガを主人公とした戯曲少女仮面を早稲田小劇場のために書き下ろし、翌年に第15回岸田国史戯曲賞を受賞している。高木白は1979年の四十法省受賞パーティーにおいて、よっちゃんが宝塚を辞めずに頑張ったからこそ、この宝塚の伝統が続いたと挨拶している。山田鈴はその生前に春日と外部出演時に共演した際、 女役を演じる春日野に対し、小山的な色気のある芝居が羨ましいと語っている。四世位、花屋義助は対談で、春日野さんは素材として面白いんですよ。なかなか今の方ではここまでの形ができないんです。芸に奥行きがある。引き出しも多い。体を動かすだけではない深さが出るのです。少しだけの動きでも、型に忠実に心を込めて踊られるからと語っている。 春日ガ自身は晩年まで宝塚歌劇団は時代に高うした不取りであり続けてほしいと願い品格と舞台の上での行儀の良さと謙虚さこの三つのことだけは宝塚の生徒たちにはどんなことがあっても守り続けていってほしいと思っていた晩年は現役生徒劇団関係者のみならずファンからも春日の先生よっちゃん先生などと呼ばれ敬愛されていた 星組時代、編集第一次雪組時代、編集、花組時代、編集第二次雪組時代、編集戦火時代、編集1951年、白木花の日か宝塚舞踊会、編集演劇、編集舞踊、編集、ありがとうございます。